交通取締りの0自動速度取締り装置のエッジ、システムステルス式速度測定器 JMA-220、覆面パトカーによる検挙交通違反とは、交通法規に違反することを意味する。歴史的には、支配階級の特権や軍事的な必要性を強調する交通ルールが主流であったが、現代においては、世界中でモータリゼーションの進行による自動車交通が爆発的に発展して、交通事故の発生に伴う生命、身体への危険性が飛躍的に増大したため、警察や司法機関による厳しい取り締まりや処罰の対象となっている。警察官の減任並びに、オービスに代表される取り締まり機の感知により、交通違反の取り締まりが行われる。違反者は、違反の軽重に応じて、違反点数が加算され、累計点数が一定基準を超えると、違反者講習の受講義務、一定期間の免許停止、免許取り消し等の行政処分、並びに点数に応じた刑事処分を受ける。違反が重大、悪質である場合、罰金や懲役、禁錮、車両の差し押さえなどの刑罰を受ける。比較的軽微な違反行為の場合は反則金が課せられる。これは一種の行政手続きであり、一定期間内に反則金を納付すれば、一切の刑事処分は免除される。反則金の支払いは任意であり、反則金を納付しない場合には、通常の刑事手続きに移行し、裁判による司法判断を仰ぐ権利を有している。この場合、警察が収集した違反事実の証拠が検察に送られ、起訴されることになる。とはいえ、裁判所も膨大な件数の違反者を処理しきれないのが実情であり、簡易処分制度が設けられたゆえんである。一方、酒酔い運転や無免許運転、共同危険行為、大幅な速度超過など重大な違反行為、また、違反行為を原因として、交通事故を起こした者などについてはこの制度は適用されず、刑事処分の対象となる。規制対象が一般人に幅広く及び、かつ行政犯としての性質から、しばしば実質的な法益に対する危険性の判断とは無関係に、機械的に処理されることも多いため、取り締まりをめぐるトラブルも生じている。アメリカ合衆国では、全国的な交通法規はあるものの、運用は州、郡などの自治体が行っていることもあり、交通違反をした場所により、罰金などの処罰が異なる。また、警察官に停止を求められたとき、警察官が自分の車に来るまで運転席に座っていなければならない義務があるなど、日本警察との対応と大きく異なるため日本大使館が注意を呼びかけている。飲酒、または薬物影響下での運転をDUIと言い、通常の交通違反ではなく刑法犯として処罰される。駐車違反の場合は、フロントガラスに罰金額を記載したチケットが置かれ、その記載された金額を郵送するか、クレジットカードで払う必要がある。走行中の交通違反をムービングバイオレーションと言い、パトカーから停止するよう命じられた時は速やかに、車道右側に駐車し、車からは降りずに、車内で指示を待つ必要がある。不法滞在者や不法移民が、交通違反をきっかけに、国外退去処分、強制送還を受けることがある。ありがとうございます。